はい、いつもお世話になっております、あんつぶチャンネルです。で、今回はですね、このダイソーで買ってきた、食品の保存ケース、これを使ってアリの巣を作っていこうと思います。はい、これね、300円したんですけれども、ものすごく品質が良くて、あとちょっと見た目がおしゃれじゃないですか。なので、あのディスプレイにはすごく良さそうかなと思ったので買ってみました。で、アリの巣を作るんですけれども、今回はですね、テラリウムを作っていこうかなと思ってます。あのここの容器の中にですね、土を入れて、あとは石を入れたり流木を入れたりですね、あと植物を入れたりとか、まあ、そういう風な形でちょっとおしゃれな感じにしていこうと思っていますので、で、蓋があるんですけれども、まあ、密閉するとね、通気性が悪いですので、基本的には蓋は使わないで考えてます。まあ、こういう風に使うので、基本的にアリってあのこういう壁を登ってきちゃうじゃないですか。ですから今回は壁を登れない、ハリアリ系のアリをですね、飼育するような前提でちょっと考えておりますので、ということで早速じゃあやっていきましょうか。はい、はい、ということで一応テラリウムが完成しました。まだアリは入れてないんですけれども、一旦これでね、この中の状態をしっかりと定着させてから、それからまたアリを入れていこうと思います。で、今回使用したのが、流木とあとは石ですね、それを使ってあの形を作って、で、あと緑をですね1個だけ入れてます。これネフロレピス、マリサ入れてるんですけれども、シダ植物の一種ですね。まあ、あの湿気を好む種類の、植物ですので、まあ、苔同様にこういうところに適しているのかなと思ってます。で、苔の場合はね、あの根を張らないので、やっぱりアリに荒らされやすいと思いましたので、今回は
苔は入れずにシダ植物だけでちょっと緑をですね添えてます。まあ、でもかなりいい感じにできたと思いますので、まあ、これでねいい感じで維持できればアリを入れて、でそれで飼育していこうと思います。で入れるアリなんですけれども、小型のハリアリとか、あとはウロコアリとか、そういったものを考えてます。まあ、ですのでまたアリを入れる時になりましたら、この経過ですよね、経過をご報告できればと思います。はい、ということで、まあ、今回はこれで以上ですね。はい、いい感じのアリのテラリウムができたと思います。はい、ありがとうございました。